こんにちは。こんにちは。我々3人は楽天ソシオビジネスっていう会社で、働いていて、楽天ソシオビジネスっていうのは楽天のグループ全体の中でいろいろな障害を持つ、メンバーが、たくさん働いています。今日は、耳が聞こえない2人っていうのをちょっと呼んで、一緒に手話の練習をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。なんで手話を覚えようと思ったのか教えてほしいな。私のばあちゃんが耳が聞こえない、聞こえないので、なんか手話で会話できたらいいなって。手話の表現方法として、で、渡辺フリーはもう渡辺だけで表現した方がいいと思います。渡辺よしあき、なんかあとあんまりこうアドバイスすることがないくらいに完璧っていう。できてて本当に良かったです。緊張したと思うんですけど、こう人前でこう自分を表現するっていうのはすごくいい経験ができたんじゃないかなと思って、そういうのがちょっとでも経験の一つになって何かのきっかけになればいいかなと思ってます。とっても緊張してたけど楽しかったです。楽しかったです。いろいろ大変だったと思いますが、お疲れ様でした。今日は久々の観戦ということですが、子育ての息抜きとして楽天グループからのプレゼントになりますので、ぜひ楽しんでください。もう大地選手が私の名前を呼んでるって思って、もう信じられないと思って、もう感謝の気持ちでいっぱいでした。喜んでいただいた姿を見て本当にとても嬉しかったなというふうに、本当に最高な一日を過ごせました。
は楽天イーグルスの銀次です。高則さん、ゆきさん、ご結婚おめでとうございます。お二人の末永い幸せをお祈りしています。